煽り運転ミサイル。宮崎文雄ごっこ、やっていくぞ。ここで悲しいお知らせ、BMW の X シリーズ、1台しかないですわ。あるものでやっていくぞ、白く塗装するんだ。窓には黒いスモークフィルム、アルファードでよく言うだろう。濃くなればなるほど怖くなるって。はいそこ、怖く見せられるの間違いだろとかわざわざ言わない。ホイールはとりあえず銀ピカメッキにしときますわ。後でアホみたいな台形ホイールとオニキャンにしとこ。カラーバリエーション豊富だな。下品なピンクにもエセカーボンにもできるぞ。せっかくだし、いきなりカスタムだか改造していくぞ。ボディキットがあるじゃないか。これ以上車高が出てどうするんだよ。横転でもするのかよ。それリフトアップ系版の一番の問題点。まあ、背伸びしたい感というか、コンプレックスの裏返しを出すためにあげましょう。二足歩行なのをリスペクトして二輪駆動化だ。エンジンも乗せ替えられるぞ。脳みその質量を考えて、小排気量ターボにしましょうか。あとはエンジンだな。とりあえず爆音マフラーにしとけばいいだろ。ただうるさいだけの、感応性も機能もない外役ゴミが理想だ。あと吸気も変えます。とりあえず毒気残っしょ。エンジンの燃焼狂いまくってカーボン溜まりまくり。あとまあ、排気量マウントに習ってボアアップだ。排気系規制が厳しい中での正当手段だな。切れやすいってことで圧縮比も上げとこ。アホターボの基本はとりあえずのタービン交換とブーストアップ。さっき同様にすぐ吹け上がるので軽量フライホイールへ。冷却、潤滑系統を開くも、あいつにはそんなものないのでそっとし。インタークーラー、怒りパワーだけじゃ力に変換できないので強化しましょう。あとは適当にいじって次はブレーキだ。もちろんあんなやつがブレーキを強化するわけないのでする。キャンバーと等がいじれないので、レース用サスペンションをつける。これでトイレまでも安定して急げるね。あとまあ、ガチガチに守られていたそうだから、ロールケージもしっかりな。軽量化のアイコンをよく見てくれ。左上から2番目にスペアタイヤがあるだろ。スペアタイヤなんか積んでるわけないし、どうせ何年も空気圧見てないのでいらねえわ。空気圧が抜けててスペアタイヤまでパンクしてるとか、工具が足りなくてパンクしても交換できないとか、みんなもあるかもよ。とりあえず重速のトランスミッションを入れたぜ。一番アホ臭いからな。タイヤについてだけど、いい具合に赤ラインが入ったやつがあるんだぜ。よく下回りに赤いラインが入ってるやつあるけど、個人的には色が合ってなくてクソダサいと思います。タイヤ幅も選べるが、バネ下重量とか考えずにでかくしたがりそうだよな。というわけで一番太くするぜ。投影面積増大による CD 値の悪化は知らん。どうせオニキャンにするから太くしたところで設置しないのにな。ホイールについては重くてゴテゴテしたやつを適当に選ぶぜ。重量が増加してしまうタイプは何かねえかな。あったやん。ホイール選びなんかキリがないから適当に決めとけよな。ホイールサイズについては満場一致で最大サイズだろ。21インチとか草。乗り心地の悪化を気にして、とりあえずバネがやわやわな車高調選んでそう。微妙に空気圧を下げて乗り心地改善。車高も空気圧も前後バランス変更による挙動の変化は知らねえ。外装についてもゴテゴテしてるやつで決まりだな。フォルザホライズン名物、絶望的に似合わないクソダサウィング。最上部に重量物を乗せるという、BMW にあってはならない暴挙。あの諸星兄弟でもこんなことはしない。仕上がりましたぞ。アホすぎて草の極みですぞ。もうちょっとあるんだよな。チューニング設定だ。空気圧も、普段ならリアを高めにするが、今回は最低でいく。あのタイヤで1キロとか草。タイヤじゃなくてゴムシートやん。基本的にギア比は、最高到達速度にトップエンドを合わせ、どうせレベル1速を2速に寄せてから、その間をつなぐ感じで調整します。そしてキャンバーだ。言うまでもなく鬼キャン。トーアウトもマックスでつけるぞ。そして、車高がマックスなのを確認したら、あとはもう適当でいいか。普段ならオーバーステア寄りに仕上げてるぜ。うちは基本的にリアの方を固めにしてる。テストドライブだぜ、イエイ。全然まっすぐ進まないぜ。二輪駆動にしていること、キャンバーのせいでタイヤがちゃんと設置していないこと。あマジでこの横姿アホすぎだろ。聖地で進んでいかないのもこのゲームだと致命傷だ。今からの嵐にも支障が出る。とりあえず電柱ぶっ倒していくぜ。車が妙なふらつき方をする。言い訳はしないぜ。気合で限界を上げりゃいい。ドリフトは普通にできそうだな。まあドリフトの世界じゃ鬼剣は基本だろうが。ちょうどいいところに第一村人、生贄に捧ごうぞ。そうだった、このゲーム AI カーにぶつけると停止しちゃうんだったな。運転が悪すぎて草。鳴らせ。店員が出てこないとすぐ呼び出しブザー連打するやつのようになるぜ。エレベーターの閉まるボタン、連打しても閉まる速度は速くなりません。
40キロ制限を守る田舎の軽トラのジジイを煽っても加速しません。なんか詰まってると思ったら、だいたい高齢者マークの軽トラか、スズキの軽トールが先頭にいる。軽自動車規格も、もう時代遅れだよな。前後長や横幅を数十ミリ伸ばして、排気量も数百 cc くらい拡大した方がいい。さて、高速に乗るぞ。高齢者マークの軽自動車みたいにダラダラ加速して入ったのか。合流レーンが並走した段階で、一定速度を複数回下回ったら返納審査する仕組みはよ。そして、一瞬で追い越し車線に飛び込む下品ムーブ。ハンドル操作が雑で、ちょっとふらつくところを大げさに再現。さて、ようやく本編の煽り運転ごっこしているか。ブンブブンブブンブブ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 ブ。ちょっと待て、極端なキャンバーとトーアウトのせいでぶっちゃふらつく。あとすまん。サムネの撮影させてくれ。失敗してるじゃねえか。あいつはドラレコにちゃんと映ってたんだぞ。もしかして煽り運転って難しいのか。煽り運転よりぶつけるより路肩から抜いた方が罪が軽いのは有名。よし、今度は悪くないだろ。埋め込まれてるんだけど。コイン洗車場で最初に無料の水道水をバケツに汲みながら水かけてそうな見た目。家から3分のところはすでに10円だから行かなくて、片道20分かかっても無料水道のところ行きそう。そこも有料になったら35分のところに行くんだろ。それで160円くらいのペットボトルのコーラ買うんだぜ。飲み物代もガソリン代も何とっても絶対赤字になってんのくさ。純粋に好きだからじゃなくて、SNS 映えといいねのためだけに特に理由なくスタバに行きそう。最近の小学生はネットで自慢できるか基準で夏休みの旅行先を決めるんだぜ。私立の夏休み明けは豪華な海外旅行の自慢大会で幕が開けるってマジなのですか。年収1000万円あっても BMW と家賃とママ友付き合いと子供の塾代やら娯楽費で支出も激しいわけか。こっちは田舎住みだけど近所には BMW もベンツもあります。どっちも200万くらいで買ってそうな安いやつだけど。あとさ、 G クラスもいるよな。どう見てもエアロつけたジムニーなんだが。そのうちレクサス LM 特別つかないアルベルでできそう。レクサスのプリウスも忘れるなよ。もちろんヘッドライトが曇り始めてる CT のことじゃない。レクサスのエンブレムの外周をコストカットでトヨタと協力したせいで、トヨタにレクサスつける人をカットし損なってるのくさ。さてと、挙動が乱れて嵐にならないし、そろそろガチバージョンの X シリーズに乗り換えましょうか。これです。フォルザエディションです。バカみたいに速いぜ。1000馬力あるぜ。俺がちゃんとセットアップしてるから、このままレース出れるぜ。右下のメーターから加速力を見ていてください。ハイブリッグタイヤと四輪駆動でごまかされていますが、何百馬力やろうと、低速域じゃどうせスピンして伝えきれない。でも800馬力を超えていくようなエンジンパワーは、250キロから上の速度域で、空気の壁をガンガン切り裂いて加速する。字幕と前走車に被って全然体感できないけん。ここで私、橋の上から突き落としてやろうと画策。逃さないように突き落としてよ、格殺。このゲームのガードレールは、だいたい20キロ以上で当たらなきゃ壊れてくれないのが難点だな。あと、滑ったかと思えば四輪で回転ガンガン前に進む挙動のせいで、コントロールがしづらい。ドラコイミサイル。惜しい。今俺21歳なんだぞ。小学生の頃もこういう遊びやってたというのに。なんだよ、今のダメなのかよ。あ、待って進まないで。ショッピングカート戻すところの段差が越えられなくて、ガタガタやってる人みたい。いや落ちてて草。起き上がる時にも足を引っ張る。ツイッターの底辺ステアカでもここまでしないだろ。初期アイコンとフォロワー10人以下に活動制限を設けるべき。ネット上での言論の自由が人の命より大事って頭おかしいよな。猿がキーボード叩いただけの文字列と生産性のない否定を言論として扱うな。ツイッターのスバルの新型車宣伝ツイートにつく小学生の否定リプライを何とかしろ。 VTuber の中の人の素顔を YouTube ショーツに流すやつは殺せ。待って、落とせそうだよか。情報量を多めでお届けしているぜ。ホロライブの水着イベントに切れるフェミニストの構図はまだですか。ふざけてる間に落ちたぞ。トムクルーズダイブして様子を見に行くぞ。かわいそうで草。これが弱い者いじめか。それなら必要に車間詰めてくるボロゴミ系バンをどう説明するんだ。私自身は危険運転の被害者なのに叩かれそうな話はスルーして、今度は高速ミサイル。クール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 。ビートルをミサイルだけで橋の下に突き落とした光景を流したらレースに行こう。相変わらずやってることと畜生で草。やっぱビートルは軽いから吹っ飛ばしがいがあるな。そして皆さんお待ちかね、バケツタミサイル。こんな稚拙な編集が視聴者さんは良いのかとやるたびに思い続けている。は？
高パイプフレームポルシェのように点と点を瞬間移動しやがる。まただ、これは現実だ。何より気に食わないのは、俺が焦り始めてるってことだ。俺は奴のペースに乗せられてるんじゃねえのか。審査落ちをしないとか、審査通過後に備えてネタを温存するとか、そういう計算が、俺に自熟成動画作りをさせてるんじゃねえのか。実際そういうところはある。さて本番だぜ、スーパーカー相手に嵐の嵐を見せてやってくれよな。難易度を下げて戦闘スタート、やることは一つだろ。サイドスライド盛大に失敗してねえかこれ。大丈夫、オンラインルームから嵐を追い出す機能がなかったせいでみんな嫌になって離れた GT7 ほどじゃないよ。ドラコイ次はそのシロンだ、壁に押し当ててドラコイ容赦なくて草。だらだら編集してると繰り返しの多いコンテンツになっちまうぞ。かあ、あほんとリワインド楽だわ。オラーセナを押し出して通過できなくしてやろう。かまだ諦めねえぞ、止まるんじゃねえぞ。外したけど、戦闘のやつを逃がすのも嫌なので追尾。インアウト、人間としてアウトヒット、逃さねえぞ。テストエレメント壁でバリとヒット。動きは軽いのに一撃は重い、これが真のある重さか。自分でゴテゴテつけといて何言ってんだよ。左カーブ分けでインとアウトが入れ替わる。タイヤグリップで踏ん張って前へ、不利なラインからでも前へ出るこのトラクション。そしてこのミサイルメタルクション。お前はもう黙ってろ。 SUV は鈍重な乗り物じゃない、ちゃんと作ればちゃんと走る。エンジンは中央寄りに低く、シャシーと足回りも抜かりなく。しれっとリワインドすんな。 M スポーツのカーボンルーフとカーボンバンパーを飾りだと笑う者に BMW を語る資格はない。自分もチェックポイント逃してどうする。まあこれでいいか。右側へスリスリ、お前のフレームスルメイカは？リピートしていく。追いついたぜ4連装カタツムリちゃんよ。エンジン分にしろ。ああ待ってくれ、俺が落ちたら意味がないんだ。他人の足を引っ張る受験生かな。ドキュンのこと見下しながら、ああならないぞとか思いつつ予備校行ってそう。持ち家で動画制作以外は遊んで暮らしてる私のことを下に見てくる人がいるって本当なんですか。よし、次の動画は資産自慢だな。ついにチェックポイント逃したやついて大草原。あ、待って、もう 85% 終わっちゃったんだけど。行って前見てなかった。しれっと隣のやつも巻き込んでるの。クサクサの草。ここからは本当のパワーが必要なんだ。勝つのは俺だぜ。シロンを表彰台から叩き落とすことも忘れない。スピードテイルに魚振らせない。いつも通りのフィニッシュだぜ。妨害したやつが何位に落ちたかみたいやつは一時停止してくれ。こんなレースで表彰とかふざけてるだろう。あと表彰台にシロンいねえし。あの悪質タックルのせいで7位まで落ちたらしいな。マジで容赦ないの草。どんだけ荒好きなんだお前は。ドラッグレースに来たぞ。あの世にテイクアウトしてやるぜ。とりあえず平等な嵐を目指して出る杭を打っていこう。平等な嵐ってなんだ。生まれつき資産が何億もある家に宗教勧誘に行くのか。大して裕福でもない家庭から絞り取ってるわけじゃないのでよし。仲間内で自己正当化の幻想を信じるところまで再現すんな。さてまだ半分終わったばかり、テンションは目いっぱい振り切れそうだ。気にするな、遠の昔に常識は振り切れている。1本目は様子見、2本目は勝負ってとこでしょ。フラグ通り先頭に離されて負けるな。相手と比べてどこが速いか、どこが遅いのか、それがはっきりと分かっていないが、とりあえず押し出す。押し出し脱出時のアクセル回路をランダムに調整しながら、飛び出すタイミングを伺ってやがるのか。もうすぐ中間チェックポイント。勝負が動くならそこだ。おらー、押し出しミサイル。地熱ながら成功しててさ。ちなみにチェックポイントを逃すと、戻されます。さっき押し出したやつまだ引っかかっててさ。左下のマップのアイコンを見ててくれなんだぜ。ちょうど前を見たタイミングだったけど、あいつも戻されたみたいだな。というわけでこのレースが最後の録画データ動画はここで終わりだ。ブラックジョーク的なユーモアの要素を絶やさず、 AI からも規約からも弾かれない動画を目指していきたいですな。ちなみにゴール前に謎の減速が。は？何これ。ゴール後に AI がバグるのはお笑いポイントだぜ。なんか追突しててマジくさ。好き勝手やれる時代は終わり、ドラレコにとらわれないスタイルの幕開け。光
くのリクエストや感想も待ってるよ。ご視聴ありがとうございました。ついでにチャンネル登録と高評価もよろしくなんだぜ。ありがとうな。